ほんだよ、撮ってんのかよ、お前寝てる時撮んなよ。もう映してんの。あ、皆さんこんにちは。夜見てる方はこんばんは。うん、元気がないって。風邪ひいたんだよ、風邪。うん、なんで風邪ひいたかって。もうね、パソコンしながらさ、もう気持ちよくなっちゃってそのまま寝たんだよ。そしたら風邪ひいちゃったんだよ。椅子に座ったままな、寝たらダメだな。ね、寝る前にさ、こう歯磨いたり 顔を洗ったりしなくちゃいけないと思っちゃうとさ、もうそのままね、ここでそのまま寝ちゃった方が楽だと思っちゃうんだよな。やっぱり布団寝なくちゃダメだよね。一回前でそれでな、風邪ひいてるんだからさ、もう全然学習になってないよな。ダメだダメだ本当に。まあこれはまあ自分の不注意だからな。でもな、病院に行って薬もらったんだけどな、もうなかなか治らないんだよ。初夏の風邪はな、長引くっていうらしいんで、皆さんもな、お気をつけください。俺もな、頑張って治しますわ。鼻水がしつこいな、鼻水が。熱もな、ないんで楽なんだけどさ、鼻が詰まってると鬱陶しいな。なんか本当に病人って感じになっちゃうな、鼻が詰まってるだけでな。もうダメだわ。まあ病気の話はこれでやめとこう。こういうな、ちょっとでもな元気になるために栄養ドリンク飲んで頑張りますわ。うん、なんだ今日、なんだよお前、病人に対してお前、寝た寝たってもういいじゃないか。もう今日は寝た寝たよ寝たよ。何つまんない、もういいじゃないかよ。そうか、寝たかよ。寝た寝た言えば寝かしてくれんだな。うん、じゃあなあなあ、厳しい話だな。あ、そうだ、ちょっとかっこ悪い話だな。どうしようかな。いっか、もうよし、おや、なんだ、男性用爽やかた、男性用爽やか薄型パトっちゅうの買っちゃったんだよ。なあ、これな、開けたんだけどな、さっきな、中にいっぱいこんなんが入ってんだよ。いっぱい入ってんの。こうやってほら、丁寧にこんな、丁寧に作られてるよな。ユニチャームさんが作ってるやつだ。うん。こう一つ出してみるとな、こういう袋に入ってんだよ。なんか女の子になったような気分ですね。まさか僕がこんなもん買うとは思いませんでした。でこれは何するものかというと、ズボンに染みない目立たないって書いてんだよ。さあ何でしょう。男が使うもんだよ。うん、尿漏れだ、尿漏れね。これはな、俺ぐらいの年になるとな、まあ尿漏れする、尿漏れしてるやつもいるだろう。お前尿漏れしてない？うん、そう、ちょっと待ってね、咳が出そうだわ。うん、ほんでな、これちょっとさっき開けてみたやつがあるんだよ。うん、これ中開け、こう開けたらな、こういうのになってんだよ。こういうちょっと見えるかな、ハレーション起こしちゃってるかな。でこういう裏、こうね、こういうやつね。でね、ここのね、こうシールが貼ってあるからな、これをビリビリって剥がすとな、接着テープがついてるんだよ。で接着テープにこうパンツの中、パンツの中にな入れてな、でこう貼るわけだ。でピュッと貼って、それでひっつくからさ、パンツの内側にね、ひっつけて、まあ、ひっついたら言ったらパンツを上げて、それで生活するってやつだ。うん、そうするとな、尿漏れがな、しっかりここで受け止めてくれるから、パンツを汚さないんだな。パンツ汚さない。そしてな、タラタラタラーとこうな、足の下までな、おしっこがこう漏れてな、あ、気色悪いってことにならないわけだ。うん、ズボンもな、汚しちゃって、もうそれでずっと一日過ごすって嫌だろ。まあ、格好悪い話なんだけどな、俺だけじゃないだろ。あんたも、あなたも、あなたも、あなたも、なってんじゃございませんか。どうしようかな、どうしようかなって悩んでるやつも多いだろう。なあ、いちいちさ、なんかさ、ティッシュこうあるけどさ、そんな、おしっこな、公衆トイレ行ってさ、便所行ってさ、おしっこした後にさ、いちいちティッシュ持ってさ、こう、ちょっとこう、拭き取ってさ、ぎゅーっと絞り出して拭き取って、ほんでな、まあ、どっか捨ててさ、で、またこう、パンツ上げてって、そんな面倒なことやってられへんだろ、なあ。だからこれがあればいいなと思ったの。ちょっとな、700円弱ぐらいだったかな、699円とか、うん、なんかそんな感じだったと思うんだけど、まあほんでね、これね、26枚入りだ、約1ヶ月使えるよな、1日1つずつ使ってな。うん、でまあ少量用って書いてんだけど、まずはお試しでこの少量用っていうのを買ってみましたね。少ない量のやつ、まあどのぐらいでいけるか分かんないけど、まあこれ今日はこれで勘弁してくれよな。こういうちょっと
恥をさらして宣伝してんだからさ、いいじゃないかよ。なあ、でもこれはもう大切で、私にとっては必需品になるかもしれないよ。ね、これあのユニちゃんのさん以外もな、あと2社ぐらい出してるみたいんだけど、俺が行ったお店にはな、これしかなかったんだよ。だからこれでいいなと思って買いました。はい、こんなんでしたね。ちょうど顔が収まるぐらいのサイズかな。はい、皆さんも一度興味のある方は買って使ってみてください。さあ、じゃあ寝かしてくれよ。うん、寝るよ。なんかな、熱がないから元気なんだけどな、鼻が詰まってるだけで気持ち悪いんだよ。お、俺の名前か。お前俺の名前知ってて聞くんだろ。俺の名前はな、 D U サク DVD マガジン第3号発売中。じゃあな、おやすみ。